リックス公式、とんでもない縦割れのグッズを発売してしまう。2023シーズン、パリーグの首位打者に輝きました、頓宮裕真選手の応援頓具を発売します。頓具型の応援グッズで、怪我から復帰した頓宮選手への5000円と、バファローズへの大きな5000円をよろしくお願いします。頓宮の頓具、意味深。縦割れホイサーは草。トンさんの顔が、真っ二つになってて草。硬質スポンジ製、買うかどうかはあなた次第。頓具買おうかな。トング片手で鳴らせたらめっちゃ有能やな。もうメガホンいらないな、欲しい。トングーは呪いでトングにされてしまったとあってそうとしか見えなくなったぞ。トングーで応援や。二つに割るなら、なぜケツじゃないのか。